い、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第13弾をお送りします。で、今回この3問やっていきますので、まずね、この状態で動画を止めていただいて、ぜひ解いてみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか不安なのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、ちょっと画面下げますので、お待ちください。いくよ。よいしょ。お、いい感じ。はい。じゃあ、行きましょう。で、問題外してしまうので、まあ、動画の最初使ってくれたりとか、あと、ツイッターにも貼っておきますので、お願いします。あと、今回ね、この問題リクエストをいただいたものです。ありがとうございました。よし、じゃあ、行きましょう。で、まず、ざっくり確認すると、まあ、鉄でできた円錐のね、形をした重りがあって、それをまず図1。こっちの方だと、あれ、コロコロ回すと。回すというか、転がすんだよね。ここ、固定してくるくるくるっつって。で、そしたら、5回転。あの重りが5回転した時に、その半径10の円をね、ちょうど3周したと。で、その時に次の問いに答えなさいなんですけど、で、今回この問題を取り上げた理由がいくつかあって、まずこの転がすタイプの問題ってたまに出てくるんですよね。そう。で、自分多分取り上げたことがないっていうところと、このタイプ、多分図形が苦手な子にとっては、図を見ただけでもう諦める子も出てくると思います。あ、これきっと無理だ、みたいな。でも、今回丸1、丸2、丸3がありますよね。丸1は恐ろしく簡単なんです。で、丸2もちょっと頑張れば解ける。で、丸3はね、若干難しくなってくるんですけど、だから、その図を見て、ああ、無理って思うんじゃなくって、ちゃんと見てったら、ちゃんと話を聞いてったら、一番は解けるじゃんって。で、受験とか模試ってそういう問題がたくさんあります。難しそうに見えるんだけど、丸一はできるよねっていうのがたくさんあるので、そういったことも伝えたくて今回ね、撮っております。で、一番行くと、結局、聞いてるのはこれだからね。半径10センチの円の円周いくつっていう。でもこれとか関係ないんだよね。まあ、もちろん半径10の円のね、円周ここで出てくるんですけど、聞かれてるのはこれだけです。で、せっかくなんで、まあ、円までよく出てくるから、公式復習しておきましょう。円周と、あと円の面積ね。で、数学が得意な子なんかは、おそらく R を使って覚えると思うんですけど、自分こだわりで、日本語で書きたい人なんで、ちょっとこれで書きます。円周。これは、円周は直径を使うの。直径かける。で、小学校だったら 3.14 なんだけど、今は π だもんね。だから直径かける π で終了。面積は半径を使います。半径かける、半径かける π と。この公式は絶対覚えておきましょう。これを覚えておくことで、扇形のね、公式も覚えやすくなりますからね。で、あとは当てはめるだけなんで、円周直径でしょ？半径10ってことは直径2倍だからさ、20になるじゃないですか。つまり、20×π なので、くっつけて、20πcm と。これだけだからね、1番に関しては。っていう感じです。では、2番いきましょう。この重りの底面の半径です。あいつをね、コロコロ転がすんですけど、つまり、まあ、ここですね。あって、これは、青ペンが新しいのがない。よし、ごめん。これ完全にね、息子書きのいたずら書きして太くなってんだけど、申し訳ないね。ここ求めたいんで、今 X って置きます。底面の半径ね。で、まあ、ポイントになるのは、やっぱりあいつを転がしたら、5回転か。した時に、半径10の円をちょうど3周したと。で、まず、こいつを5回転させたら、いいね、2番いきましょう。5回転させたらいくついくのかってとこを確認します。ごめんね、めっちゃ太いね、これ。5回転。今、青いペン、新しいのないよな。ないね、ごめん。で、これはですね、結局、ああいう風になってますけど、ここも円錐だからね。円錐だから、下も円なんです、結局。だから、まあ、5回転なんですけど、じゃあ、1周、ただの円周です。円周1つかける5すればいいの。1回転っていうのは結局円周1個分だからね。くる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 って回るだけなんで。だから同じように考えると半径 X ですよね。じゃあ円周直
径はそれの2倍だから 2x ですよね、直径は。でそれに π かけます。 2x かける π って。でこれが1周なの、直径かける π だから。で5周、5回転したいんでそれ5倍すればいいよねって言って、今くっつけると 10πx と。これが5回転分です。でそれか半径10、ここ10なんですけど、の、ここを3周するわけじゃないですか。で、結局、これも、円なわけですよ。だから、円周を3周するから、円周、待って、3周だってるよね。3周だと、円周3つ分と同じなんで、これ、半径10の円周いくつって前に出しましたよね、今ね。20π。で、それを3周だから3倍すると 60π になりますと。で、なんでこんなことしてきたかっていうと、5回転したら3周でしたってことは、これとこれは同じですよね、絶対に。だから、10πx イコール 60π と。で、両辺に π くっついてる、π 切りしちゃいます。切っちゃってください。で、あと10で割れば、x イコール6。つまり答え6センチと。これで OK です。このね、転がすタイプの問題は、その円周、まあ、何周したかわからないけど、この実際問題によってはね、何回転が何周分って指定されるので、ここのそのかけたものと、それのね、何周のかけたものが一致するよって解き方、これすごく有名なので、ぜひね、覚えておいてください。で、3番です。で、今回リクエストをいただいたときに、基本的にね、リクエストをいただくときは、問題と答えと解説セットで送ってもらった方から選ばせていただくんですが、解説がなかったんですよ。なんか手元にないっていうことで。で、自分で解いてしまって昨日、解いて、じゃこれでやろうって言って、その翌日今撮ってるんですけど、撮る直前にですね、そのツイッターで送ってくれてって解説を。で、見たんですけど、3番の解説ね、自分のやり方とちょっと違うんですよ。なので、あのね、うん、肌に合わないかもしれないんですけど、まあこういう解き方もあるよっていう感じで確認してください。自分はね、こっちの解き方の方が分かりやすい気がするんだけど、まあ言ってみますね。で、結局やってることを確認すると、もともと円柱、水槽があるわけですよ。で、ここに水が高さ2センチで張ってあったんです。水が入ってると。で、そこにこの重りを入れてみた。で、入れてみたら、高さが2倍になりましたと。高さ最初のね。つまり、かさが増して、2倍だから4ですよね。4に増えましたと。で、その時に、この水槽の底面の半径求めなさい。まあ、つまりここですね。で、今度は Y で解きましょうか。下、全然入るよね。OK。解いていきます。で、これはですね、まあ、話をどう持っていくかっていうところがすごく大事なんですけど、結局ね、なんで水かさが増したのっていう。それは重りを入れたからじゃないですか。ってことは、ちょっと話を変えると、待ってね。ペン間違った。ここに重りを入れましたよね。で、水に入ってる部分の重りっていうのは、この部分です、ここ。赤に塗ったところね。水に入ってる部分ね。赤の部分。で、そこの部分が増えた分。今、こっち入ってないけど重り。水がこうやって増えましたよね。で、増えたところ赤で塗りますね。下の部分はもともと入ってたので、その上の部分が増えたじゃないですか。だから、増えた分っていうのは、結局こう入れた時に、水に浸かってる重りの部分と体積同じはずなんですよ。だってそこが入ったから増えたわけだし。じゃあ、この赤の部分と赤の部分が同じっていう式を立てればいいんだって言って自分は解きました。それで。じゃあどう解くかっていうと、まずこっちの赤は簡単なんでいきましょう。これ、増えた分も結局2センチですよね。で、円柱だから、あの赤ね、こっちね。円柱だから、ちょ、左って書いていい？左側の図ね。円柱は底面積かける高さです。いい？底面積かける高さ。底面積は下、円です。で、円の面積はさっきやったように、
半径かける半径かける π なんで、半径 y でしょ。だから、y かける y かける π。これが底面積。下の円のね。で、高さ2ですよね。だから高さ2ってなって、一応くっつけると、2πy2 乗っていうのが増えた分の水なわけですよ。左の赤ね。で、右の赤がちょっとややこしいんですけど、いきなりこの赤は出せないです。ちょっと厳しい。じゃあどう出すかっていうと、もともとちょっと太めに書きますね。見やすいように。円錐って重りがありましたよね。で、今あそこの部分赤で使ってるって考えると、まあ、ここで水が切れると思ってください。この下がね、赤の部分と同じです。全体の円錐から上の円錐を引き算すれば赤が残りますよね。っていう風に考えました。で、どうやるかっていうと、結局、突っ切ってこっち。これはね、下の円分けてやった方がいいかな。まだ下入るもんね、板書ね。じゃあ、大きな円錐の方ね。あ、間違えた。こっちが大きな円錐と、こっちが下、大きな、ちっちゃいね、上の円錐にします。じゃあ、大きな円錐に出しましょうと。出すためには、まず、ここの半径は出しましたよね、6センチ。だから、こっち、ここ6センチは分かってます。で、何が困るかっていうと、ここが欲しいんですよ。高さがないと体積出せないんで。で、どう出すかっていうと、ここ。ちょっと切りますね。今言ったらここです。ここ切ったところ、こう。ここ、下6分かってます。で、ここが10が分かってます。なぜなら、ここってこれと一緒でしょ？転がすときの。これ円の半径だし。だから10同じだよね。ここ10だから。まあ、母線ってやつです。斜めのね。まあ、10って分かってる。で、もちろんこう縦で切ってるから、ここ垂直なので、2辺揃ってるから3平方の定理使えるんですよ。つまり、斜辺、斜めの部分の2乗、10の2乗100ね。イコール、こっち、6636、プラス、これどうしようか。文字いっぱい、A にしようか。A の2乗っていう3平方の定理を使ってください。で、これまとめると、上行ってごめんよ。A の2乗イコール64です。2乗を取る代わりに、右にプラスマイナスルートがつきます。だから、プラスマイナスルート64。ルート64は8と同じだから。葉っぱ64だからね。だから、プラスマイナス8なんです。ちゃんと解くと。でも、長さにマイナスはないから、これはプラスしか使わない。つまり、ここの長さは8ってわかります。つまり、高さが8なんです、ここ。いい？じゃあ、こっちに書き入れると、高さが8。ここ、6。ってわかったので、底面積同じね。底面積かける高さ。ただし、錐ね。円錐で尖ってるから、最後に3分の1をかけます。で、下が 6636π。ちょっと暗算しちゃうよ。半径かける半径かける π で 36π です。かける高さ8。で、尖ってるから3分の1をかけると、まあ、ここ約分できるから12になって、96か。π。これがでかいやつです。でかい円錐ね。じゃあもう一個、上の方ですね。これどうしようかな。赤、青。太い青だけどいいかな。で、こっちを出したいと。で、この部分は、まずね、高さはちょっと分かりやすいんです、ここ。で、なんでかっていうと、これ4ですよね。使ってる部分が、水が4。ってことは、全部で8って言ってるんだから、使ってる部分が4だから、上に飛び抜けてる部分も4ですよね。4。で、まあ下、全部で8なわけですよ。で、これは、相似を使います。相似。今、こっちは高さがわかるんだけど、ここの半径がわかんないんです、今度。で、ちょっと待ってね。電話が鳴ってる？はい、ね、後で撮ります。ごめん。ここまでやったら頑張るわ。失礼。で、どうやるかっていうと、音があれだね。ちょっとごめんよ。あれか、2個鳴ってんだね。失礼。よいしょ、ごめん。で、ここが4、8になってるんで、あ、ここに切ろうか。今、こういう感じ。で、どうやるかっていうと、いや、大きく書こう。よいしょ。
本当に申し訳ない。で、ここ4でしょ。で、ここが8なんですよ。で、ここが分かってないんで B にしとこうか。B で、下が6。B だとね、6と被るね。C にします。C にして6になります。で、これは相似のやつで、ここの三角形とここの三角形は相似ですよね。つまり、ここ対ここは、ここ対ここと一致します。つまり、C 対6は4対8と一致するんです。で、4対8っていうのは4で約分しても1対2になるから、こうなる。で、中中外外をかけると、2C イコール6。で、C が3ってすぐわかります。解くとね。よいしょ。いっぱい書いてきた。つまり、上の部分、ちょこって出てる円錐の半径が、ここが3って分かりました。で、こっち書き入れ。まあ、ちっちゃいけどね。じゃあ、ちっちゃすぎでしょ、これ。みんなが見えないね。と言っても、あんまり大きくするとね、わけわかんなくなっちゃうから。ちょっと太めに書くね。こうなって、半径が3、で、高さが4って分かる。じゃあ、これの体積出してみると、同じ。底面積。半径かける半径かける π なんて 9π ね、円は。で、高さかけて、尖ってるから3分の1をかけます。で、これ計算すると 12π なんです。12π。で、いろいろごちゃごちゃやってきましたけど、準備整いました。結局言いたかったのは、左側の増えた分の、まあ、体積、まあ、容積、体積ね。と、そこに使ってる部分の赤の体積が同じなんです。で、左はこれです。2πy の2乗が、右の部分はでかい円錐。これから飛び抜けてるこの円錐を引いたものなんで、引くと 84π ですよね。96-12 してね、84π。じゃあこれあと計算するだけです。両辺にあるから π 切ります。で、2で割れば、y の2乗イコール42になる。で、右上でやったように、2乗を取る代わりに、右辺にプラスマイナスルートが来ます。こうやって。で、ルート42って直せないんでこのままでいいんですけど、高さとか長さにマイナスはないから、プラスしか答えで使えないんで、答え、ルート42。半径だから、センチメートルつけようか。センチメートルの、これで終了となります。で、本当は、あと、その解説を見てみるとね、体積比とかを使ってるやり方なんですけど、まあ、自分がこれで解いたので、こっちでね、紹介させてもらいました。では、今回も、高校受験、今回は高校受験対策の図形シリーズ第13弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。途中ね、ちょっと携帯になって申し訳なかったです。で、また図形シリーズとか他の単元も撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、ご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。